樺沢が転生したら〇〇だった件。精神科医樺沢志音の樺チャンネル、今日は北海道鶴居村グリーンパーク運動公園からお届けしています。外はちょっとあいにくの雨なのですけども、なんかこの小屋みたいな屋根のあるところで動画撮影をしている次第です。今日は質問いただきました。パラレルワールドはあるのか。30代女性さん。ここ数年転生もののライトノベルや漫画が流行っていますね。先生は転生したいと思ったことはありますか？もし転生したらどんな人生を送りたいですか？ちなみに私は転生したいとは思いませんが、パラレルワールドを覗いてみたいとは思います。樺沢さんは転生したいと思いますかという話ですけど、思いませんというか、結構私はそういう話題が大嫌いなので、ね、よくあるのはタイムマシンで戻って人生をやり直せるとしたらどうしますか、そういう質問というか飲み会トークみたいのがありますけども、どうせタイムマシンに戻って人生やり直せないので、そういったことを話すこと自体が時間の無駄じゃねえのかというのが私の率直な意見でございますね。むしろ転生とかタイムマシンで戻るとか、そういうのって結局今まで自分がやれなかったことをやりたいとか、全く今までと違った生き方がしてみたいとか、そういう人間の欲求の表れなので、転生ものっていうのがすごい流行ってますけども、それっていうのは自分の生きられなかったもう一人の自分っていうやつですね。心理学でいうところの、ユング心理学ではこのシャドウと言いますけども、自分が生きられなかったもう一人の自分、ああその時ああいう風にしてれば自分はもっと素晴らしくいい人間になれたのに、あの時2社から泣いてもらったのに、なんでこっちの会社に就職してしまったんだろうとかね、あるいはあの時告白していれば後から聞いた彼女は自分のこと好きだったというのに、なんであの時告白しなかったんだみたいなね、そういう後悔みたいなのが人間ってすごくあると思うんですけど、そういう嫌いなかったもう一人の自分っていうものをもし生きていたとしたら、自分はなんかもっと素晴らしい存在になって楽しく生きられるんじゃないかみたいな、そういう感情が私たちの今の生活に非常に悪影響を及ぼす、心理学でいうシャドウの考え方ですけど、もしやり直したいのなら今からやり直せばいいんじゃないのっていうことですよね。だから職業を変えたりするっていうのはなかなかできないかもしれないけど、生き方を変えるっていうのは簡単にできる話なので、今同じ職業をしながらも、例えばもう少し自由奔放に生きたりですね、例えば自分のアフターファイブの趣味の時間をもっと自由奔放に使って自分のやりたいことみたいのを組み立てていくってことは全然できる話なので、なんで皆さんそんなに簡単に人生を諦めたり、今の自分の人生というものを悲観してしまうのかなというふうに思いますね。もしあなたが80歳を超えていたとしたなら、それはそれでなかなか難しいかもしれないけども、よくカバチャンネルの質問でも20代後半ぐらいの方で、もう一度人生をやり直すことはできますかみたいな、ね、質問が時々来たりしますけども、60、70歳ぐらいの方でそういう質問が来るのな、それはそれで分かりますけど、20代でもう一回人生やり直すことはできますかって、何回でもできるんじゃないですかね。それはね、今の時代いわゆる100歳時代とも言いますし、あるいは60歳ぐらいで退職定年された方がもう一回大学を入り直して第二の人生を楽しむ、あるいは今までのできなかったことをもう一回やりたいというようなことをやってる方って、65歳からやってる方も世の中たくさんいらっしゃるわけですから、20代30代でそれができないはずがないということ、ただ自分ができないというふうなこのしがらみというか、そういったものにとらわれているということなんでしょうね。なので私たちは今からでもいろんな生き方ができるんだということね、それをこう持ってほしいなというふうに思いますね。実際のところ今私こうやって YouTube やったりですね、本を出版したり、いろんな全国を回って講演をしたりですね、あるいは世界中旅をしながら、今もこう北海道まで来てこうやって動画を撮ったりしてますけど、そういう生活を始めるようになったのっていうのは2007年ですね。2007年っていうのは私が42歳の時ですね。それより前は何をしていたかというと、普通に勤務医をしておりまして、北海道のいろいろ田舎の病院に勤務するドクターなんで、結構多忙で忙しく、なかなか自分の時間も持てない忙しい医者で一人であったと。それが一年発起して39歳の時にアメリカのシカゴに留学して、そこでアメリカ人の生き方やインターナショナルな感覚というのを身につけ、もっと自分らしい生き方をしようというふうに思って、42歳の時に日本に戻ってきた時に、これから自分の出版と情報発信だけで生きていこうと。ビジョン的に言うと、今まではドクターとしてメンタル疾患の治療ということを行ってきたけども、治療じゃなく病気になる人を減らす予防の活動をインターネットや出版を通してしていこうというふうにね、決断をして42歳から転生したというわけですね。完全に今までと全く違った人生、逆に言うとドクターという非常にこうなかなか給料も高いし社会的なステータスも高い、それを全て一旦リセットしてもう一回ゲームをやり直すぐらいの人生の転換を42歳でしてですね、現時点の様子を見るとかなりうまくいったんじゃないのかなというふうに思います。ということは40歳を過ぎてもね、こういうふうに転生することは全く可能なわけなので、なぜ皆さん20代30代でそんなに人生を諦めてしまうのかというのがよくわからない、あまりにもね諦めすぎなんじゃねえのという話ですね。
ね。逆に言うと何か RPG とかで一番最初のダンジョンの一番最初の中ボスというか小ボスみたいなの負けてしまってもうこのゲームやめたっていうそのぐらいのバカらしさですよね。二度三度はアタックすれば小ボスぐらいで簡単にやっつけられるはずなのになぜかそこでもう全て決めてしまうという非常に残念な企画でございます。カバサワが転生したら〇〇だった剣というタイトルなのでカバサワが転生したら何になりたいかということをこの質問者の方は聞きたかったんだけどカバサワが転生したらゾーマだった剣という形になるでしょうね。私は物語を作るとしたらねゾーマっていうのはご存知のドラゴンクエストの一番悪い大魔王の仇キャラでございますけど、ね、仮面ライダーでいうとショッカーの一番悪い人みたいなねそういう超悪役みたいなのに転生してるんじゃないでしょうかね。超悪役っていうのもね私的には非常にこう憧れというのを持つ正義とか悪ってありますけどこれって実に相対的なもので今の価値観や基準に照らすとそれは悪であったり排除されるものであったり相入れないものであるけれども別な価値観においてはそれはあり得るもう一つのさっき言った可能性なんですよね。色物とかにおける敵役とか RPG における倒されるべき最強のボスっていうのはある種その倒すべき存在って形になりますけど価値観が変わればそれは一つのあり方である可能性がある少なくともどちらの世界においてのトップではあるわけだからそういう意味において既存の価値観があったとしたらそれに対抗する反対勢力のトップっていうのが一つの大魔王であるわけだからそれっていうのは価値観が変わることによってそっちが主になるってことも十分にあり得るわけだから正義とか悪とかこの考え方が正しいとか正しくないとかそういう規制の枠概念にとらわれて物事を考えたり発想するっていうのが私は大嫌いなんですね。なのでどっちかっていうとヒーローよりも敵の敵役というかですね倒すべきボスキャラの方に私は憧れを感じるということでカバサワがもし転生したとしたらおそらくゾーマになってるだろうという話でございます。精神科医が教えるストレスフリー超大全ぜひこの本であなたのストレスフリーを実現してください。全国の書店で絶賛発売中。